6時までにエッフェル塔に着くはずだったんですけれども、この渋滞で到着できそうもありません。6時から10分間だけ、キラキラと、ダイヤが輝いています。このテクニックは非常に、綿密に計算されたテクニックだそうで、さてこれで今は私は、はい、コンコード広場を走っています。今日はユーゴさんが運転をしてくれて、幸いにもタクシーではなくて少し自由が利いています。シャンゼリゼ通りも、ツリーが盛り始めました。遅いですね、さっき5時にはまだなかったんですけれども、これはブルーダイオードなんでしょうか、すごくシンプルな色なんですけれども、上から光がチラチラと落ちてくるシステムです。早く動かないかな。もうともかくすごい、人と車で、先ほどサントノレからここに来るのに、歩いても数分のところを車で十数分かかっています。ずっとパンをしまして、後ろの建物がホテルクリオンです。全然動きません。少し動きましたね。クリスマス前の最後の日曜日ですから、はい、こちらにしましょう。バラコンコルド広場には8つの、女神の門があります。コンコルド広場ができた時に、8つの地方のフランスの全ての地方のコンコルド共和を図るという意味で作られたそうです。バラ、シャンゼリゼ通りの今年のクリスマスイルミネーションを YouTube に載せるために D90 の動画で遊んでいます。正面に見えるかな。この動画は一度焦点を合わすとおそらく途中ではこのぐらいで見えるのかな。正面に、アークズトリオンフ凱旋門が見えています。56メートルの凱旋門、その少し、下左側にあるエルフランスのカウンターで、私は30数年前仕事をしたことがあります。